こんにちは、みんねスタッフのしおりんちょです。突然ですが皆さん、つまみ細工ってご存知ですか？江戸時代から伝わる布を組み合わせて花などの形を作る技法のことです。みんねにもつまみ細工のアクセサリーがたくさんあるんです。今回はみんねで活躍する鳥町月さんにボンドで作る簡単つまみ細工を教えてもらいました。用意するものはこちらです。1枚の布を半分に折り、さらに半分に折ります。布の中心をピンセットでつまみ直し、下に出ている部分を上に折り曲げます。これが花びらになります。ピンセットを抜いたら花びらの縁にボンドをつけます。この形のまま固めたら花びらの完成です。土台は最初にお見せした丸八つ紙に布を巻くだけです。ここにさっきの花びらを6枚乗せていき、中心にコットンパールを乗せたら花が完成です。何個か作ってヘアアクセにしても可愛いです。年末年始の和装に向けてみんなも作ってみてください。バイバイ。